令和3年4月3日、北の国からの田中邦衛さんがお亡くなりになったというね、ニュースが入ってきました。でそれに合わせてね、北の国からのモデルとなった大草原の小さな家をちょっと YouTube で検索してみようかなと思ってるんですよ。じゃあ検索画面に移りますので、こちらの方をどうぞ。はい、大草原の小さな家ということで YouTube の検索コマンドに入れてみると、一番上がね、プロモーションが出てきますよね。で、誰かが挙げたオープニングね、オープニングのテーマが入っていて、大草原の小さな家の2005年版リメイクですね、これがあって、テレビのキャプチャー、大草原の小さな家出演者の今ってやつですね。その次です、私の動画ですね。ついに大草原の小さな家を全部見ましたという動画が3年前あげたんですけども、 5.2 万回再生されております。いや、ありがたいですね。いや、これを見てみると、ちょっと下の方行くとね、他の動画と並んで本当光栄だなと思います。で、ついでにですね、これ見てください。私の動画まだあるんですよ、大草原の小さな家ね。この最終回は街の大爆破というね、誰もが予想しないラストなんですよね。面白いでしょこれ、私がこれをね喋ってるというね。802回しか回ってないですけども、まあなかなかね面白いですね。はい、どんなドラマにも終わりが来ます。人生にも終わりが来ます。その時まで私たちは人生にどんなドラマを作れるでしょうか。それでは大草原の小さな家、北の国からと合わせてご覧ください。失礼します。